ニール・スティーブンソンは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家、メリーランド州生まれ。ポストサイバーパンクの SF 作家として知られるが、ワイヤードマガジンなどに技術に関するノンフィクション記事を寄稿しているほか、ブルーオリジン社のアドバイザーも行っている。スティーブンソンは、メリーランド州のフォートミードで1959年10月31日に生まれた。スティーブンソンは、 元来技術者や研究者の家系だった。彼の父は電子工学の教授であったし、彼の父方の祖父は物理学教授であった。彼の母親は生科学の研究室で働いていたし、彼女の父親は生科学の教授でもあった。スティーブンソンの家族は1960年にイリノイ州のシャンペーンアルバナへ引っ越し、1966年にさらに アイオワ州のエイムズへ引っ越した。彼は1977年にエイムズ高校を卒業した。その後スティーブンソンはボストン大学に入学し物理学を専門に勉強していたが、地理学の方が大学の大型コンピュータをより長く使えるということを発見し、専門を切り替えた。1981年に彼は地理学と副専門科目の物理で学士号を取得して、 卒業した。1984年以降、スティーブンソンは大半を太平洋岸北西部で過ごしていて、現在は彼の家族と一緒にシアトルに住んでいる。スティーブンソンの本は多数の技術的、社会学的なアイデアを同時に描写する創意に富んだ入念なプロットを持つ傾向がある。このことが他から孤立した中の少しの技術変化や、 社会変化にしか焦点を当てない他の主流の SF 作家からスティーブンスンを特徴づける。重要なプロットとキャラクターの複雑さとディテールの豊富さとを混ぜて描くことはバロック文学の描き方を連想させ、彼はそれを3巻にわたるザ・バロックサイクルにそのすべてを注ぎ込んだ。彼のダイヤモンドエイジではシンプルなプロットだがネオビクトリアンと呼べるようなキャラクターを特徴としており、 ビクトリア朝時代の巧妙な言い回しが採用されている。スティーブンスンは認知されるようになるほど、スティーブンスンの本は長くなっていった。例えばクリプトノミコンはアンティーク家具、靴下について長々とした艶っぽい話を盛り込んでいて、ペーパーバックで1100ページを超える長さになっている。2005年動画ョ賞、SF 長編部門受賞。ありがとうございます。